こんにちは、速稼塾の皆さん。速稼塾に入って YouTube をやる中で、アンチコメントに対するね、ご相談をいただきました。まあ、回答はもうさせていただいたんですけども、ここでもね、同じようなことを申し上げたいと思います。アンチコメントが気になる方ね、なんと言いますかね、まだね、修行が足りないですね、はっきり言って。速稼塾に入って入門したんだったら、多少の苦難は覚悟の上だと思うんですよ。それでね、動画のアップロード本数が少ないからアンチコメントが気になるんですよ。例えばね、1万本とか上げるともうアンチコメントはね、数えればやっぱり数えきれないぐらいあって、ほとんどもう普通のコメントすら読めないような時もありますからね。1万本以上上げると、そうなってくるとアンチコメントにいちいち反応していたら時間ももったいないし、次の動画が作れないんで、私はこういうふうに考えることにしたんですよ。どうしてもアンチコメントが気になったら、どんなコメントが書かれたのかっていう動画を撮ればいいと思います。で、1万本やる中でね、まあ1万本じゃなくても3000本ぐらい動画撮ってると、もうアンチコメントも結構ね、飽き飽きしてくるんですよ。っていうのが、別々の方がアンチコメント書いてるはずなのに、まあ似たようなね、ワードになってくるんですよ。だから本当にこれ一人の人が別のアカウントでやってるんじゃないかなぐらいワンパターンなんですよ、アンチコメントって。だからね、最初の3文字ぐらいで、あ、こういうこと書いてあるんだろうなっていうふうにもうね、予想がついちゃうんで、そのアンチコメント書く方っていうのは、そのボキャブラリーがそんなに多くないのかもしれないですよね。それから一生懸命アンチで書いてるつもりなんでしょうけども、いやいや、あなたのアンチレベルは低いと、他の方はもっと強烈なこと書いてるから、もうちょっとね、優しいね、そのアンチコメントみたいな感覚になっていくんですよ。だからね、総じて言うのは、これアンチコメント書いてる人へのメッセージじゃないですよ。アンチコメントを受け取った人がどういうふうにそれを考えていくのかってことですけども、もう一回言いますけども、修行が足りないです、それは。アンチコメントで気になるってことは、もうね、やってなさすぎるんですよ。だからね、10本とか20本とか数百本のレベルでアンチコメントが気になるって、まだまだ桁が2つ違うんですよ。1万本から気にしてください。多分1万本ぐらい作ったらアンチコメントが全然ね、気にならなくなるっていうかね、いろんな意見があるんだなと、そういう意見もあるよねってことになってきます。そしてちょっとかわいそうになってくるんですよ。こんな自分みたいなもののためにね、一生懸命時間使って思いを込めてアンチコメントを書いてね、私の反応を狙ってるんでしょと、でももうね、その領域は脱したんで、すいませんけども、あんまりね、噛みつき返すようなことはできないんですよと、ごめんなさいねと、せめてまあいいねボタンぐらい押しときましょうかみたいなね、そんな感覚になってくると思います。まあですんでね、もうやればやるほど変わってきますね、心理状態は。私ね、いつもね、安倍総理の記者会見とか、今菅新総理ですよね、ああいった、政治系のね、動画を見るんですけども、まあね、アンチコメントだらけですよ。政治家が何か発信すると、どんなにね、国民のためになっても、もう上げ足を取るかのようにボロクソです。でもそこまで上り詰めた方っていちいち気にしないですよね。で、安倍総理なんてのはね、こういうふうに返すんですよ。繰り返しで恐縮なんですがって前置きを置いてね、また同じこと喋るんですよ。何を言われてもたびたび繰り返しで恐縮なんですがって同じこと言うんですよ。そのうちに質問をぶつける方とかアンチなこと言う方が疲れてきてね、もうやめるんですよね。だからそのぐらいのタフさがあってもいいんじゃないですか、情報発信者としては。ということで、アンチコメントについて、私が速稼塾塾生の YouTuber さんにアドバイスをさせていただいた内容をここにシェアさせていただきました。それでは失礼します。